お疲れ様です。競輪一ンチャンネル一ちです。福井競輪 G3 決勝戦となっております、えー。まさかの展開ということになっておりますので、ここはしっかりと展開予想をかけていきたいと思います。まずはメンバーを見ていきましょう。1番脇本、2番佐藤慎太郎、3番清水、4番河野、5番樫野、6番和下、7番古生、8番藤井、9番稲毛となっております。 ラインを確認していきましょう。8、1、6。8番の藤井栄治に1番の脇本、6番の志田というところなんですけれど、なんとこの1番の脇本に4番の河野がセルということで、ここは直家り勝負があるみたいです。2番の佐藤慎太郎が短期、3番5番、3番の清水に5番の柏。 7番、9番、7番の故障に、9番の稲毛げということで、ここは小間切れ戦となっております。ライン戦闘を走る、自力型比較していきましょう。8番の藤江治、バック17回、ホーム14回、逃げの決まり手が3、まくりが3、差しが3、マークが1と、地元勢に任された限りは、ここは突っ張り先行あるのみということになっております。2番の佐藤慎太郎、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが11、マークが3ということになっておりますので、 兵庫福井勢の近畿勢の方を追走していくという形でいいと思います。え最後は中割り強襲。届くかどうかと。3番の清水。バック1回、ホーム2回。逃げの決まり手一1、まくりが4、差しか3、マークが0。まくり先行タイプと。さあ、藤井を先行させて、えー、脇本2段掛けだと、えー、手も足も出ないということに、ね、なってしまいますので、藤井がかかる前にしっかりとね、インを切ることができるのかと。 7番の故障、バック1回ホーム0回、逃げの決まり手から0、マークリーが8、刺し加算、マークが1と、オールラウンドプレイヤーですね。清水の動きに乗って、最後は自力で決着するのか、マークリー、刺しということになっております。スタートは1番の脇元がいますので、ここはスタートを決める8、1、6ですね。そうなったら、4番、自家ゼリクということなんで、1番の横でストップと。2番が中段にいて、3番、5番、7番、9番ということを考えております。 赤番で3番5番がインを切りにきますけれど8番突っ張りますこの時に脇本選手がどうしてるのかとまだ番手になっているのかそれともまあ8、4、1、6ということで、ね、4番。 に、まあ一歩譲ってえ、3番手からさっさとまくってしまえばいいんじゃないのかなと私は思うんですけれど、えここで脇本選手が維持になってるようですと、まあちょっとしんどいのかなと。じゃんでえ、ガーンとね、えピッチが上がってきたところでもうすでにねえ、脇本選手出るんじゃないかなということで、ね、まあ、じゃんからホームにかけてですよね、まあ一気にねえ、ここ8番の藤井選手に赤番から行ってもらってるんでね、ありがとうということで、まあ、1番。 いくと、えー、そして、えー、このバントをね、ひょっとしたらね、4番のね、うの動きがいいんでね、ハマってるんじゃないかと。えー、6番の鷲田があ3番手、えー、ちょっと離れて、追走みたいな、ね、形になってるのかなと、えー。2番の佐藤慎太郎がしっかりと中段キープ。さあ、7番の故障のまくりが届くのかと、えー、いうことで、いいんじゃないかなと思いますね。ここもね、えー、しっかりと脇本選手からね、まとめていきたいということで、えー、1番の脇本選手、えー、ここね、あのセりになってるんですけれど、 まあ、競りになってて、ね、ずっとせられてるぐらいだったら早めに出てもね、えー、準決勝の強さを見れば、まあ、逃げ切りも十分あるということですし、まあ、えー、競り勝っていればね、しっかりと番手まくり行くでしょうし、まあ、一歩下げて3番手からね、後ろの仕掛けに合わせてまくっていってもいいということになりますね、まあ、一番の脇物選手からね、行くのがセオリーだろうと。えー、そして、えー だたいね、こういう時っていうのはね、競ってる選手同士でみんな入らないだろうと思ってね、競ってる選手を切ってしまうとね、なぜかわかりませんけれど、競ってる者同士でね、1着2着来たなんていうのは競輪ではよくあることなんですよね。ですから4番の河野選手をつけて、そして2番の佐藤慎太郎、7番の古書選手ということで、1から4、2、7折り返し、全こちらが本戦となっております。ただし脇本選手がインに包まれて出れなかった という、ねえー、展開もあるんじゃないかと。 4番の河野選手にインに抑え込まれて、その後3番の清水選手あたりが来てね、そして抑え込まれてしまうということも考えられますんで、失敗した時は古障選手でいけるんじゃないのかなということで、7番、9番、稲毛選手、まあラインでそれにつけておきまして、5番の河野選手と、2番の佐藤慎太郎選手ということでね、7から9、5、2、まあこちらの方でね、福井の決勝戦は狙っていきたいと思います。 準決勝はね、なかなかいい感じで荒れたんですけれども、ちょっとね、1着、3着、飯食えずとか、ちょっとずれてしまったりというところがありましたけれど最後の12レース、脇本選手のレースは的中と、おいおい、一番人気で偉そうに言うなと思われるかもしれませんけれども、2車単一番人気でしたけれど三3連単は満車券ということになっておりまして、あんな取りやすいところが満車券になっていいのかと、2車単一番人気ですから、それがね、3連単 1> 弾は1万円を超えていたということになりましたので、これで息を吹き返しましたので、明日の決勝戦も、ね、しっかりと上着の選手からズバリと当てて、そして満、まあ、車券にはならなくても、ねまあ、そこそこ、球の方をね、う、ま、を、あ、張っていって、利益の方を得ていきたいと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かったな、役に立ったな、暇つぶしになったな、と思われた方は、グッドボタンで押してね、体積よろしくお願いします。それでは明日の決勝戦動画でお会いしましょう。さようなら。